でそこから一貫してやってらっしゃるビジネスはその医療分野に特化をした IT サービスそうですね具体的には今どんなことをされてらっししゃるんでしょう,かうんあの分かりやすく言うと一番の主力事業がメタボリックシンドローム検、まあ、診というものに変わって、はい、あの市場は特保だ黒うどん茶とかいろいろなものに健康食品にだっと行きましたけど、はい、一番の変革点がその先ほど言ったように医療機関さんが。 紙でで今まで国に対ししてて提出していたものが全部禁止になったんですね、はい、全部電子化にして、はい、国は全ての,その国民の健康診断情報をデータベース化してどの年代がどういうふうな病気を負っているのかっていうのを全て国民の健康状態をデータで管理したい時代に今なりまして、はい、でここの医療機関さんが紙で出していたものを全部電子化にしないといけなくなったのでここの電子化の部分を全部うちが取りまとめて全て厚生省にうちが電子化に代行して 報告をしてるんですね、はい、なので医療機関さんと国の間のここのポジションを全部違うちが電子化で取りまとめてましてなので医療機関さんのまあ紙で運用されているものを全部 IT 化が国としてはマストだでも医療機関さんは IT 化対応しないといけないけれども対応できないんですね、はい、やっぱり実際はできないのでそこのできないところを全部違うちが電子化に代行するような形ですね。うんうん、これが今主たる業務でずっっと伸ばしてやってましてててやま でここが今健康診断の電子化に特化してますので次は。 次また電子カルテは絶対的に導入しようという流れにはなってますけど。はい、でも世の中現場なかなか電子カルテ普及率って上がらないんですね。いつまで経っても。大きな病気、病院だけですよね。大きな病院だけです。はい、クリニックだとかもう電子カルテ入れないといけない、世の中の流れにもかかわらず、入れれないんですね。はい、それは金額の問題だと、こう世の中は、世論は金額高いからだ、進まないというふうに。まあ、見てまして、民主党自民党も電子カルテを入れれば、補助金を出すと言ってるんですけど。はい、実際の課題は、入れた後、システム入れ。 後にシステムをこれ使える人が IT リテラシーが皆さん医者の先生低いんで IT 化に対応したくても対応できないんですよね高齢者の方々がスマホ使えないのと一緒でなのでそこの部分を今度うちが代わりにじゃあ電子カルテじゃあ先生こう指示だけ言っていただければその遠隔操作でまあ電子カルテの代わりの代行入力のことをクラーク業務って言うんですけどこれを全部うちが遠隔でうちのオペレーションセンターで全部入力していこうだとかまあこの辺を今新規事業として力入れてやる っているような形ですね、はい、病院さんって全体で16万8,000あると言われてるんですけどあすあのクリニック診療所しかも入れてですね、はい、16万8,000医療機関というくくりがあると言われてるんですけど、はい、そのうちの病院さんって今8,000ちょっととかなんで、はい、16万8,000のうちの8,000ちょっと病院ですと残り16万近くはやっぱりクリニック診療所なんですよね。はい 大きな病院に行くと待ち合い時間も待ってる時間がすごいので、はい、皆さんクリニックにどんどん行くようになってるんですけど、うん、クリニックがもう全く IT 化が対応できてないんで、うん、うちはここ10年クリニックさんの IT 化に勤めるというところをミッションに置いてやってますね、はい、なので大きな病院さんは、はい、対応できてるところはそのままやっていただいて、うん、ここのボトムアップのここを全部変えてきたってですね、はい 法の下でビジネスをされている医療機関じゃないですか。そうですね。はい。そういったもう、あの、信用を取引するような。はい、あの、考え方でやってるビジネスをやってらっしゃる方々とのやり取りって。すごいことだと思うんですよね。はい、そうですね。はい、もう本当に創業の時からそうなんですけど、うちの会社のエストコーポレーションというのが。 その英語のやっぱりベストの最上級の EST のとこ取ってるんですけど、はいはい、やはりその世の中にないサービス、はい、他社さんが提供されているサービスでも最高のうちが最上級のサービスを提供するんだっていう意味合いでさせてもらってるんですね。はい、読み方によっては ESTEAST、はい、で W をつけますと WEST なんでイー、うん e、スト WEST を世界中に対して最高の商品サービスを提供するというのがうちの会社の理念なんで。はい なのでやっぱり営業戦略だだとかいろんな会社さんがすごく頭振り絞っていろろなことされてるとは思うんですけれども、うん、でもやっぱり結局他の他社と全く同じ商品内容だったら営業戦略が勝が勝てると思うんですけど、はい、でもそもそも商品力自体が大きく違うものであれば、うん、営業戦略とかを考えなくしても紹介だとかで入っていくと思ってまして。はい なのでそこは本当にうちがこれだけの医療監関の開拓ができたのは全部やっぱりサービスに着目をして他の他社さんがやっている内容よりも3倍も4倍もいい内容にしようもう本当に丸るき違う角度からやっていこうというのでそこは本当に追求してきたのでおかげさまで若いですし会社の組織も若いですけども商品がうちが提供しているサービスが他社に全くないのでそれがおかげさまで大手観光庁だとかはい医療法人さんからご愛顧いただいているような。 形なんでこれからももっともっと、はい、いいものを作っていく他社の差別化の商品っていうのは付加価値っていうのはもっともっとやっていきたいと思ってますね。